Ocean Noir, Goddess Blackheart. ゲーム試乗会。そこは新たなゲームが生み出され続け、ゲームを愛する人が住む世界。かつて一人の女神により統治されていた試乗会は、独立した4つの国として分割して統治されている。孤高なる国旗、ブラックハートが治める重厚なる黒の大地、ラステーション。高貴なる四季、パープルハートが治める革新する紫の大地、プラネテウム。有毒なる八鬼、ホワイトハートが治める純朴なる白の大地、ルイー。皮膚なる緑鬼、グリーンハートが治める独走する緑の大地、リーンボックス。女神たちは自らの力の源、人々の信仰心であるシェアを得るため、国の領4つの国とその守護者である女神たち、彼女たちは自国の領土を増やすため、日々戦力差で勝てると思ってるの？ネプチューヌ、ブラウン、ベイル。何を、負けないんだから。その余裕が命取りになるからね。油断大敵。まったく、ノワールにも困ったものですわ。試してみる？でも後悔しないことね。私の本気見せちゃおっかな。女神の力見せて差し上げますわ。見せてあげるわ。行くわよ。覚悟もらった。さすがに真面目にやらないとまずいわよ。行きますわよ。一気に決めさせてもらいましょう。これがラステーションの女神の本気よ。さあ、こんなことは私が。主人公、違う、脇役だからか。まあ、ざっとこんなものよ。ネプ、カズの暴力だよ。ほら、言った通りじゃない。女神の中で一番強いのは私に決まりね。このままじゃもっと犠牲が出る。悔しいですが、引くしかありませんわね。行きますわよ、ネプテューヌ。ネプー、ちょっと待って、みんなを置いては。ここで私たちまでやられたら、もうノワールと戦うことはできないわ。
恐れをなして逃げ帰ったわね。ん？それくらいは許してあげるわ。わらわたちの軍勢に勝とうなど見通しが甘すぎるわ。あれ、何か落ちてない？何かって…あ、あれイストワールじゃない？このまま置いておくわけにはいかないし、一旦ラステーションに連れ帰りましょう。了解よ。え、お願い。それじゃあラステーションに戻って祝杯よ。ついに機は熟した。来たぞ。長かった。実に長い時間であった。ああ素晴らしい。世界は間もなく一つになろうとしている。全ての条件はクリアされた。ならやるべきことは一つ。この世界私のもので。さて、みんな無事に戻ってきたわね。今日は疲れただろうし、あとは休んでいいわよ。お？どうしたの？あの、ノアール様。何？私も疲れてるから手短にお願いね。それじゃあ、また今度にします。え？あ、わかったわ。レストあったら、一体何だったのかしら。あの子だって頑張ってたんだから、ちゃんと休んでもらわないとね。それにしても、どんどん人が増えて、にぎわって、最初は意識してなかったけど、意外に嬉しいものよね。このまま世界を全て統一すれば、ラステーションはもっともっと賑やかになる。そのためにも、もっと頑張らなくっちゃ。これでほとんどの都市がラステーションの配下になったわね。まさに最高潮って感じ。今ラステーションの波が来てる。乗るしかないわよね、この波に。私は逆になんだか不安を覚えますけど。何よイストワール、完全無欠に事実でしょ。ロアールさん、こういう時ほど油断は禁物です。気の緩みはトラブルを呼びますよ。ホワイニク様、天地がひっくり返ってもそんなことないわ。それに私はネプテューヌとは違うのよ。あら、助けていただいたお礼のアドバイスだったんですけど。何言ってるのよ。そんな初歩的な失敗、私がするわけ。おや、誰か来たみたいですね。武将ってことはないわよね。次に戦いに出るのはまだ先だし、とりあえずお客さんの様子見てきた方がいいかしら。誰もいないならその方がいいかと。せっかく久しぶりにプラネティウムから外に出てきたんだから、ゆっくりしなさいよ。ええ、そうします。でも、ゆっくりしすぎるのもいけないですから、お仕事を少しお手伝いします。ありがとう、助かるわ。いけない、お客さん待たしちゃってるわね。行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。こんにちは、ノワール様。あなたは誰かしら。初対面よね。そうですわ。今日はノワール様にいいお話があってまいりましたの。お話って、私に？試乗会を統一直前のノワール様にとって、とっても耳寄りな話ですわ。明らかにうさんくさいけど、まあ話を聞くだけならいいわよね。いいわよ、とりあえず話を聞くだけ。それなら付き合ってあげる。嬉しいですわ。
では寄り道しながら参りましょう。え、寄り道？ここのクレープ美味しいでしょ。うん、ええ、とっても。それにこうやって街を回ったことなかったからすごく新鮮な感じ。そうですか、楽しんでいただけて嬉しいです。あなたみたいな人って珍しいわ。私相手でもすごくマイペース。そんなことはありません。これでも緊張しているんですよ。友達もいないし。そうなの？それなら私と同じね。意外に似た者同士なのかも。そうですか。ロアール様はすごく慕われてるのでは？そんなことないわよ。あなたと私は似てる。私が保証するわ。だから名前を教えて。今まで聞かなくてごめんなさいね。いえ、いいんです。私はエノーと言います。改めてよろしくお願いしますね。え、よろしく。それで、すっかり忘れてたけど、話って何かしら？ノワール様は、他の女神様たちと戦いたくない、もしくは領地を完全に奪ってしまうことにためらいがあるのではないです。ん？ないわよ、あんな奴ら。嘘ですね。だって私たち似た者同士なんでしょ。そうね、そうだったわね。まったく面白いわね。あの、褒め言葉として受け取っておきます。でも戦いは避けられないわ。あなたにだってわかるでしょ。いえ、そんなことはありません。私はそれを伝えるために来たんですから。どういうこと？女神の治める都市を手に入れなくても世界を統一する方法があるんです。でも成功するかは分かりませんが。それ本当なの？今まで聞いたことがないわ。信じてもらえないとしても仕方のないことだと思います。これは私の家に伝わる伝承なので。なるほど、伝承ね。一体どこにそんな伝承が残っていたの？大陸の中央にある山々。そこに私と仲間たちは暮らしています。そんな古くからのもの。それを伝えにわざわざ私のところまで？はい、ノワール様もお心苦しいだろう。ありがとう、エノ。あなたの気持ちは無駄にしないわ。その方法が本当なら私試してみる。でも失敗したら危険かもしれません。そのリスクがあっても試すというんですか？ええ、だって本当は誰も傷つかない方がいいに決まってるもん。その言葉感動しました。では行きましょう、ノワール様。行くってどこへ？全ての都市のシェアが集まる場所、シェアクリスタルですわ。着いたのはいいけど、どうするの？このシェアクリスタルがどんなものなのか、ノワール様はご存知でいらっしゃいますか？ある程度はね。ちゃんとは知らないわ。領地のシェアを管理して必要な時に女神に送ってくれる、そこまでかしらね。そうですか。実はシアクリスタルには地上界のほとんどを領地にしている女神ノワール様にのみ使う。私だけが使える力？ええ、戦わずして全ての都市を領地に変えてしまうあなただけの力。それでネプテューヌたちと戦わなくて済むのよね。その方法も伝承に残っているの？それなら詳しいやり方を教えてもらえる？ええ、難しいものではありません。シアクリスタルに強く願えばいいのです。強く願う？それだけでいいの？はい、今のノワール様なら感じるはずです。わかったわ。ダメで、もともと
やってみるわね。お願い、私の願いを聞いて。今こそ四条界が統一される時なの。成功か失敗か、どちらにせよこの世界は変わる。エノ、どうなってるの？説明して。簡単な話ですわ、ノワール様。失敗したんです。あなた、私のおかげって何のこと？それをお話しするには時間が足りませんね。ではごきげんよう。ちょっと待ちなさい。クリスタル、そっか、シアクリスタルの光が弱くなってる。町の方は大丈夫なのかしら。人はいない。嘘、嘘よね。だってさっきまでみんな楽しそうに。何が起きて、スラー、街中にモンスターなんて嘘でしょ。スラー、やるしかない。な、どうして力が入らない。スラー、このままじゃまずいわ。また来る。私には何もない。それならいっそ。え？何？は、はい。え？ちょ、どういう？うん、わかった。あなた、うん、謝らないでいいわよ。あなたのおかげですごく助かったし。でもダメね。助かったって私には何もない。戦う力さえ。そうね、もう守るものもないし。私、大きな失敗しちゃったみたいなの。それで大事なものをたくさんなくした。今まであったつながりも、明るく笑っていた人も、街も、戦う力さえも。だからどうでもよくなっちゃったのよね。これ以上私が何かを頑張っても何も報われないんじゃないかって。私の積み上げてきたものって何だったんだろうって。私の何がダメだったっていうの？ラステーションのために頑張ってきたじゃない。こんなのってないわ。わからないでしょ、あなたには私の気持ちなんて。
白い人ね。少しだけ元気出たわ。あなたには関係ないんだから、私のことを放って逃げなさい。もう分かったわよ。そこまで言うなら私が何とかする。だってそれが女神の役目だもの。これは力が戻ってる。さっきあなたは私を助けてくれるって言ってくれた。だから私もあなたを助ける。たった一人でも私を信じてくれる人がいる。それだけでこんなに幸せな気持ちになるんだ。温かい力が湧いてくるみたい。行くわよ。守護女神ブラックハートよ。いいわよ。だってあなたはもう私の友達みたいなものでしょ。忘れてた？あなた他の都市から来たのね。通りで少し違う感じがするわけだわ。
と何だったのかしら。なんか不思議な感じの人だったわね。これもきっと何かの巡り合わせね。一つ私のお願い聞いてくれる？ええ、無理なことを言うつもりはないわ。どうかしら。そう、じゃああなたへのお願い。どういう意味も何もそのままよ。あなたを秘書として採用してあげる。これからは何かと一人じゃ大変そうだし。うん。それからブラックハート様っていうのは禁止。名前でいいわ。友達はみんなそう呼ぶし。よろしく。まったくもう。なんでもないわ。じゃあ早速教会に行くわよ。ついてきなさい。そんなに驚くことかしら。別にそんな珍しいものでもないでしょ。さっきのモンスターの件もあるし、何かが起きてるのは間違いないわ。それを探ろうと思ってるの。こういう時の情報源がちょうどいるのよ。そんなわけだから彼女を連れてきてもらっていい？よし、行ってらっしゃい。ご用ですか？はい、そうですよ。そういうあなたはどなたですか？なるほど、ノワールさんが秘書官を。やはり外で何かあったんですね。はい、エスコートはお願いしますね、秘書官さん。おかげで少し休めたわ。それでストワール、聞きたいことがたくさんあるの、いいかしら？ええ、この町の状況、シェアクリスタルに何かあったのは間違いありませんね。やっぱりそうなのね。原因はシェアクリスタル。あ、ごめんなさい、あなたは知らないわよね。それでは私が説明しましょう。シェアクリスタルというのはですね、女神の力の源が集まるものです。ええ、この世界の女神や武将たちは自分の都市の人が無意識に生み出すシェアを力に変えて戦っています。そのシェアを管理し、世界の状況に合わせて振り分ける、それがシェアクリスタルの役割なのですよ。ええ、おそらくは。ですから一度シェアクリスタルを調べた方がいいかもしれません。そうね、早速行きましょう。